はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2017マイライフ続きをやっていきたいと思います。デイゲームの中日戦が終わったところになりますので、今日は移動ですね。で、これはタイトル争いか。打撃ホームランランキングってかぶっちぎりの1位だな。筒香でさえ32本で2位か。で、3位がバレンティット、4位が28本の鈴木さん、リーディングヒッター。うわー、鈴木さんマジさ、怪我で長期離脱してた割には、これってでも規定打率はもう乗ってんのかな。まあ多分開幕からね、ずっと1軍にいると思うんで。いや、打点もね、俺がいなければ1位だったってことでしょう。いやー、怪我してなければもっと伸びてたってことだからね、多分。いや、すごいね、そう考えると。同時に惜しいね。で、鈴木さん、ただね、復帰してくるのがあと1週間くらいのはずなんですよ。なんで、鈴木さんが復帰すると、俺と奥井のね、外野の居場所がなくなるんで、練習しとこう。マジで。これパリーグか。メヒア、中田。リーディングヒッターは角中さんか。武田が15勝で1位。サファテがセーブを上げてますと。じゃあ、フリーか。ここは投げるわけではないので、また奥井と練習をしましょう。もう俺たち新人にはね、練習することしかできないからね。よーし、行くぜ。2位のベイスターズ、相手は現在3連敗中だマジか。菊池さん、外野は、おー、丸さんと俺と奥井だ。石原さんのやる気がない。ピッチャー野村さんか。ヘマしないようにしないとな。完全に恨まれてるからな今。さあ、注目の立ち上がり、さあ来い、どんなボールでも取ってやる。打ちました、打球は三遊間へ。うん、アウト、オッケー。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番倉本。打った、これは奥井だっけ。いいね、いいね。これでツーアウト、ランナーありません。バッター頼れる助っ人ロペス、現在の打率は2割5分。フォアボールで出してしまったか。さあ、ここで筒香、大丈夫、 OK。 ライナー、お見事です。さて、ここでまた打っていきましょう。大きな声援が届いています。おお、際どい。第2球、投げた、待て、チェンジアップか。奪三振越しなんだ。投げた、内角低め、ストレート、ただし一発病も持っている。これは、おお、キャッチャー取れない。そして今拾い直したピックリとも動かねえな俺。肩越しにランナー見た、投げた、うわ無理だ空振り三振、バットがいいとこに決めてきたな。2回の表、これからチャンスを潰してしまったか。先頭バッターは宮崎、現在打った、1、2塁歓迎、ベースカバーに入る、うん、オーケーオーケー。野村取ってアウト。バッターは6番荒波、現在の打率は2割飛んで7厘。投げました、打ちました、初球打ち、セカンド真正面、アウト。これで2アウト、ランナーありません。いや、ピッチャーも強いからね。現在の打率は2割1厘。あ、来た、これ取れる、宇宙へ持って取れる、ちょっと待って、あはは、嘘、今行ったっしょ、絶対地点入ったよ。いや、リプレイってか、その見づらい見づらい見づらい。なんかさ、俺がヘマしたみたいじゃん。絶対取れたとこに行ったって、マジで。これ守備地とさ、足がもう少し速ければその落下地点にね向かうのも速くなりますからね。いや、俺のせいじゃないよ、でも。みんな俺のせいだと思ってんのかな。俺だけかな。自分のせいだと思ってないのは。オーケー。
掴んでアウト、ツーアウト。まあ、ただなんだかんだで投げました、抑えてくれるんで、見送ってフォアボール、フルカウントから結局フォアボールです。投げました、打った、フラこれも大丈夫ですね。よしよしよし、危なかった。スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって、まあ野村さんね、両チーム無得点。この広島勢マジすげえな。17勝トップですからね。まあ、さっきの失態はじゃあ今日の打撃で返しますか。要はお全力ストレートはな打ちづらいんだよね。チェンジアップも打ちづらい。バッター追い込まれました。追い込んでから投げ入ってくる。打ちました。ちょっとだけ遅れたけど、これさ間に合うか。あ、間に合うね。よしよしよし。タイムリーツーベースヒット。カープなおもチャンスが続きます。うん、いいね。もうちょっとね、こうアングルをね下の方にしてほしいんですよね。やったらこう空の方が映ってるんで。おお、結局4点取ったんだ。これは野村さんも投げやすいね。野村取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。さあどんときなさい、今度こそは大丈夫。どんなボールでも取ってやる。ツーアウト、ランナーありません。バッターは6番荒波。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。初球から打ってった、フラフラッと。なかなか外野に飛んでこないね。これでスリーアウト。野村3人でピシャリと抑えています。1ヒットってさ、俺がミスったやつじゃん。4点を追いかけます。あれなければパーフェクトピッチングだったのに。打ちました、いい当たり。また俺のせい。これ菊池軽快な守備を見せました。やっべえな。ワンアウト、ランナーはありません。投げた、打ちました。初球打ち、ショート右へのゴロ。若干送球がそれたけど、でもまあ全然。バッターはピッチャー今田。投げた、インコースのボール左へ取ってアウト。スリーアウトチェンジ。相変わらずのヒット1本。さて3打席目。リードで迎える。まだ投げてますね。これはボール。投球これから2球目。チェンジアップ、やっぱりタイミングが合わせられない。これはでもチャンスだぞ。詰まったか。あ、でもあ落ちないか。全然落ちないね。一塁ランナー阿部。ゲームは後半に入ります。トップバッターは梶谷。今日はショートゴロとサードライナー。豪快に。あ、これはでも大丈夫でしょう。ライト掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番倉本。フルカウントからの。フォアボール。おお、さすが。そしてツーストライクからの、おお、2者連続三振。ボール球で仕留めました。野村ここまで来て。奥井に出番が待ってくるね。ゲームはいよいよ終盤戦に。また筒香からか。先頭バッターは筒香。今日はサードライナーと打ちました。ボテボテのサード。抑えてる。アウト。さすが。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番宮崎。今日はファーストゴロとショートゴロ。打った、セカンド左へのゴロ。うん、安定してるね。これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスは荒波。ストライクから3球で決めるか。あっと引っ掛けた。おお、マジでパーフェクトピッチングだ。俺のあのクソみたいな守備さえなければ。ベイスターズ大展開で迎える8回です。バッターゴメス後藤武俊。投げました、打った。あ、これはでも打球はライト右。あー、フェアだね。しょうがないね。よかったよかった、俺だけのせいじゃない。ゴメス後藤武俊ツーベース。実況さんも大変だな。第2球投げました、流し打ち、どうだ。あれ、タッチして、おお、お見事。ツーアウトランナー、シリアコ。バッターは代打シリアコ。投げました、インコース。アタックポイントか今。どこがどうアタックポイントなんだ。4対0、そして俺からか。リリーフに変わりましたね。攻撃に入ります。藤岡ここまで3打数1安打。ほい、たかわいそうに出てきた瞬間初球をいきなり叩き込まれる。マジかよっていう。いよいよ最終回を迎えました。トップバッターは、いやでもこれは完封を、お見事、サクリチェンジ。やっぱり緩急がいいのかね。初球を打ちました、これも全然大丈夫だね。サードを掴みました、
野村完封勝利。いや野村さんさすがだな。投げました低め空振り三振。2ヒットか。見事な完封勝利。2安打完封とか。すげえな本当に。よかった俺の安打だけじゃなくて危なかったな。またこれ完全試合を潰すとかそういうことになりかねないからな。18勝20勝届くかね。ローテーション的に野村さん回ってくるかな。あと2回。で次は確か登板日だったと思うんで、そうですね、これは寝ておきましょう。体調は万全な状態で、今日も奥井が出てますね。よし、で野間さんがライト、丸さんはセンターと、でファーストはエルドレッドさんか、でセカンド、サード、ショートは変わらずと。ここでねマジで鈴木さんが帰ってきた時に奥井の居場所があるかどうかってことですよね。俺はね居場所あると思うんですよ、ぶっちゃけ。自分は多分奥井が消えていくんだろうな。まずは1回の表、これは現在の打率は2割9分6厘。あべマジか、持ってかれる。うわーボールは中継。やべえ、いきなりツーベースヒット。カープ先制のピンチを迎えます。わあ手堅く送ってくるね。ちょっとスラーブでキャッチャー無理か。ちょっと外そう。見送ってボール。おお、スリーバントってか揺さぶり、わからん。スリーバントピッチャーの左に転がした。一塁送球、判定はセーフ。おお、やばい。ヒットになりました。カープなおもピンチが続きます。あれちょっとどういう動きしてたのあれ俺が取りに行くべきだった、もしかして。えそんなことないよね。併殺。ここは外野フライを避けたい場面です。第3球を投げた。これはもうバットに触れさせない。投げた。もうカウント2ボール2ストライクです。うおー、犠牲フライ。取りました。にはならないか。これでワンアウト。ランナーは奥井もね、何気に肩あるからね。都合とか怖えんだけど。第3球を三振かでも。よーし。三球で仕留めてみせました。これでもう犠牲フライはなくなったんで。うわマジか、菊池さん無理か。うわ1点取られた。いきなり初回先制されたか。合わせられたな。バッターは6番荒波、現在の打率は2割飛んで5厘。さらにピンチも続く。しかし小田大金を持ってるからね。決まったストライク。これで追い込みました。これは大丈夫大丈夫。おお、ありがたい。これでスリーアウト。ああいうボールを取ってくれるのは本当にありがたい。最悪ポテンに、ね、なりかねないかね。奥井が後ろで構えているこいつもピクリともしないな。さて同点のチャンスです。自分の失態は自分で取り戻す。菊池さんも出てくれてるし。第2球投げました。際どいとこだね。ちょっと第3球こういう高めチェンジアップだったか。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。得点圏2回の完全にやられたな。ベイスターズの攻撃に入ります。この回のトップバント職人か。第2球投げました。あれちょっと入っちゃった。 OK、 掴みました。これでワンアウト。ボール球にねしようと思ったんだけどね。フルカウントからよし。空振り三振。低めの変化球です。やはり天下の宝刀だなフォークは。投げました。ストライク。タイミング合いません。投げました。ジャイロボール見送ってボール。攻めてきます。カウントワンボールワンストライク。だいたいジャイロボールもさ、もうみんな多分目が慣れてきたんだろうね。投げた。最初の方はね多分なんだこの球はみたいな感じでなると思うけど、わりかしローテーションで出てるからね、こいつの球慣れてきたぞみたいな。トップバッターは梶谷。現在の打率これは打ちました。オッケー、三遊間のゴロ。大丈夫でしょう。よしよしよし。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは2番倉本。フォークを落とす。内野安打持ちか。投げた。打ちました。1、2塁間のゴロ。いいね。これで2アウト。ランナーありません。少し外すか。第1打席はレフト。ジャイロボールね、やっぱりちょっと定まらないね。投げた。結構ずれる。なんだかんだで。うわー、これはセンター無理か。
ロペスナイスバッティングです。バッターは4番。こういう時に来るね。筒香でもチャンスも あれかファーストにしかいないからか。3回の表が終わって1対0。試合はこれから中盤4回援護がないな。援護が自分でちょっとホームランを打つしかないか。初回のチャンスの時にね点を取りきれなかったところがちょっと痛かったな。投げました。ボール。カウントは2ボール2ストライク。投げました。よし。空振り三振。奪三振はね結構すごいと思うんだよね。低め際どいボール。これはわずかに外れています。ジャイロボール。打ちました。田中下がっていった。ジャイロボールってちなみに球質重いのかな。いいバッティングを見せました。バッターは7番田中。またハント職人じゃねえかしかもこいつ。これ誰俺？菊池さんが来たけどさ。ランナーいやどうよみんな集まってきたぞ今。投げました。俺なんかよりでも菊池さんに任せた方が全然いいからな。ここで打席が回ってきた。自分でなんとかするしかない。第2球投げました。外れた。ボール大きく外れました。カウントは2ボールノーストライクです。投げました。うわちょっと待って詰まらされた。取りました。これでやばい。このまま打撃の援護を待つしかないのか。ボールが先行してるね。球目ストライク。いいところに決まった。プルヒッター持ちか。投げた。打った。菊池交代。これで2アウト。ランナーありません。左バッターボックスは2番倉本。投げた。流し打ち掴んでこれで3アウトになります。内野安打持って左だとねちょっとね怖いんだよね。その内野安打が本当にお打ってくれた誰奥井とか打ってくれたのかな。オイラが1点援護するぜみたいな。ロペスナイスバッティングです。来るね投げた。こういう時に筒香がよく打順に回ってくる。三振男追い込んでいます。第5球フォーク投げました。うわマジか。ちょっと待ってボールはセカンドへ。今の取れなかったか。カープピンチを迎えます。打球反応があれば取れたかな。ノーアウトランナー1塁2塁となりました。ただいずれにせよピンチになってしまった。打ちました。これは大丈夫でしょう。これでワンアウトランナーは1塁2塁変わりません。よし OK。 いいところに決まったね。ピンチヒッターは出た。現在の打率は2割3分。第4球を投げました。低めボール球打った。大丈夫。ああ俺焦ったボケっとしてた。エルドレッジさん申し訳ない。これリプレイで見ることになるのか。あいねえみたいな。クソ俺が行くかっていう。マジ最悪だな。いやーベースカバー完全に忘れてたわ。見送ってボール投げました。あー入ってきたね。第3球これはボールでしょう。スラーブが曲がるんだねこいつは。投げました。打ったレフト方向へ持っていきましたが、ちょっと人伸び足りないか。今日は打ててないな。このまま投手戦になるか。なぜか投手が発動してんな。第2球ジャイロ。ジャイロボールはボール。アウトコース高め。カウントワンボール。打ちました。怖い。切れていきます。なんかウェーブみたいになってたな。観客席が。ジャイロボールはボール。インコースへ。カウントは2ボール2ストライク。打ちました。これ取ってくれる。ありがとう。これでワンアウト。ランナー。シリアコ。代打はシリアコ。パワーはし。でもミートがだいぶ小さいね。第4球は。インコース高めストライク。タイミング合いません。さて落として終わり。打ちました。一二塁間への当たり。菊池さん、さすが、すげえいい動きしてたな。俺には真似できないわ。今日はここまで3打数1安打。次が4球目。投げた。ボール。カウントは2ボール2ストライク。三振男。インコース引っ張った。ぐーんと伸びて右に切れました。ファール。際どいところに決めよう。よしよしよし。空振り三振。最後はスイングアウトの三振で仕留めました。いやーマジでマジで1点が欲しい。先頭バッターは倉本投げた。やばいこれはやばいぞ。おクイー
倉本ナイスバッティングです。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。バッターは頼れる助っ人ロペス。ゲッツーだけは先見逃し三振。スタミナもなくなってきたな。もう163球投げてんのか。結構投げてるね。外角高めいっぱい見逃し三振。しかしここは乗り切る。うお嫉妬した。あぶんね。回ってくんね。俺変えられないか。変えられたね。まあそりゃそうなるよね。これ誰勝利投手。おお、やったやったやった、超ありがたい。新井さんマジか、超ありがたい。決勝点となったタイムリーヒット、新井さんのおかげで俺が勝利投手になれたって感じだからね。いやー、さすがベテランの貫禄を見せてもらいましたよ。11勝。うん、今日はねあんまり打撃については触れられないからな。え、なんだ。おお、ミカミックスか。スーパールーキーと呼ばれてるらしいぞ。ファンもお前に期待してるということだな。お任せください。称号獲得、スーパールーキー。さすがにちょっと投げた後は体力が減ってるんで寝ましょう。で、3連戦最終日か。ちょっとな、最近打撃が不調だからな。ここは打っていきたい。奥井がだいぶレギュラーに定着してきたね。野間さんとか外されてんのか。さあ注目の立ち上がり、あれ今日先発誰だっけ。受けなかったな。見逃しの三振。バッターは2番倉本。現在の後ろから見ただけじゃマジで全然わかんない。ましたエルドレッド下がっていった。で今日のファーストはエルドレッド3投。新井さんこの前決勝打ったけど投げました打ちました。スタメンには起用されなかったんで、これは絶対大丈夫。これは大丈夫。取ってこれで3アウトチェンジ。矢蓋三者凡退に抑えています。矢蓋さんかなんかすっげえ珍しいな。現在あんまり先発で出てこないよね。よし、とりあえず援護しておきましょう。空中5号とか。2回の表、3点を追いかけますベイスターズの攻撃。インコースの波に乗ったね。3点か。阿部うまくさばいています。これでワンアウトランナーはありません。投げました。148キロ直球、空振り三振、ボール球で仕留めました。さて2ボールから打った1、2塁間の打球、1、2塁間、1塁送球アウト、3アウトチェンジ。矢蓋三者凡退、無得点に抑えています。回ってくるけどわからん。結局奥井の成績がどうだったんだか。ベイスターズの攻撃に入ります。この回のトップバッター、打った、これも大丈夫でしょう。取りました、うん、ほぼ定位置ですね。これでワンアウトランナーはありません。左バッターボックスには戸柱、打ちました。1、2塁間の当たり、ああ無理か。ボールは中継、戸柱いいバッティングを見せました。バッターワンアウト、送ってくるね。手堅くこれはまあファーストに投げてランナー2塁に進みました。2アウトランナー2塁に長打が出ればな。これはでも大丈夫。よしよしよし、取りました。これで3アウト。なんとかピンチを抑えましたね。二塁ランナー戸柱残。さあ第二打席目リードで迎える3回です。第9決まってストライク。チャンスボールだったな。一塁へ牽制球を送りました。丸さんは走ってくるのか。第9投げた。おー、キーファット。一気に追い込まれたね。危ない球、まあ外してきて第4球を投げた。ヒットか。負けを持ってんだ。カウントは2ボール2ストライク。やばい、ちょっとずれたか。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。松田ズームズームスタジアム広島からお送りしております。広島ゲームは中盤4回に入ります。トップバッターは倉本。第1打席は打ちました。フラフラッター、これも大丈夫だね。掴みました。これでワンアウトランナーはありません。バッターはさて2ストライクから。これは抜けないね。よしよしよし、アウト。これで2アウトランナーありません。左バッターボックスは4番、フォーボールがだいぶ先行してるけど、フォアボールか。外れてフォアボール、ストレートのフォアボール。第2球投げた、打った、まあ、これも大丈夫でしょう。
掴んで、これで3アウトになります。ランナー1塁に。5回の表、3点を追いかけます。ベイスターズの攻撃。なんだか、ちょっと待って、なんだかんだで抑えてるから取りました。このさ、微調整が難しいんだけど、さっきもああいう微調整でミスったのかな。サード左横のフライになりました。阿部取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番飛ばし。そうか、今日なんだ放ってるのか。エルドレッドバックしていった。エルドレッドが取るのか、これは。みんないる。みんなわら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 近づいてきてんな。3人でピシャリと抑えています。ベイスターズ追う展開で迎える6回です。バッターはシリアコ、打った、三遊間の当たり。やっぱショートとセカンドだね。これでワンアウト。まあ当たり前なんだけど。打順のトップに帰って梶谷、今日は三振。おお、ストライク。バッターは2番倉本、今日はファールフライとサードフライ打ちました。あ、これ誰、俺、ちょっと待って、ちょっと待って打ったバッターは1塁決定2塁。ちょ、僕もさっきさ、おめえ邪魔だ、投げらんねえみたいな。頼れるスケットロペス、今日はセンターフライと。いや、飛びつきたかったんだよ、ああいうのなんかね、取りたかったのよ。取りました、これで3アウト。ちょっとね、走り出しがね、迷ったんですよね。俺が取りに行くのか、奥井が取りに行くのか、分かんなくて投げました、ボール。まあでも3点あるし、これはでもセンターに取られるね。最初にホームラン打って以来ちょっと試合は終盤とか出ないな。トップバッターは筒香、通算100号打ちました。これは宇宙間へ持っていきましたが、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。難しいね、ああいうところは。今日は三振と、まあ、基本的には俺の守備が、ちょ待って、ちょ待って、ここ取りました。マジ見えんよ、本当に。バッターは6番荒波、今日はセカンドゴロ打ちました。これは菊池さん、おー、見事。鮮やかだね。ベイスターズ大展開で迎える8回です。バッターはゴメス後藤武俊、打ちました。これも大丈夫だね。ショート右横のフライになりました。ショート取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番スリーボールから、若干フォアボールが多いね。バッターは代打白崎、打ちました。セカンド右横のフライになりました。大丈夫、余裕があります。セカンド取りました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。フルカウントから走ってきての、これ、待って待って、ここでいいんだよね。よしよしよし、3アウトチェンジ。ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。2安打ピッチングか、なんだかんだですんげー抑えてんな。もう一回くらいね、ちょっと行っときたい。今のはかなり真ん中のストライクゾーンだったからね。初球から思いっきり。さあ最後の守備頑張っていきましょう。ちょっとスタミナが切れてるけど、完封目指してフォアボール。いきなりフォアボールを与えてしまいました。2ストライクから、よしよしよし。都合はちょっと抑えたいね。これは奥井取れるか、お前の守備なら、お見事。俺なんかより全然うまいわ奥井。第4球は大角高め、空振り三振。いやー、ピッチャー陣ほんとすげえな。2安打完封だよ。また俺はいつもこのピッチャーと一緒にお立ち台に上がってるね、ホーム戦の時は。まあ、守備はね、ほんと触れられないからね。もう打撃でね、貢献してれば守備のことはみんなスルーしてくれるから。もう打撃のことしか言ってこないからね、みんな。じゃあちょっと終わる前に、鈴木さんがあとどれくらいで復活するのかを見てみましょう。あと3日か。もう次の回あたりでは復帰してくるかな。で、そうすると、まあ、ちょっとだけ試合ができて、で、クライマックスシリーズには鈴木さん参戦ということで、やっていけそうですね。というところで、じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。